ちゃ元気やね。ああ、もちろんです。もう、はい、そうです。ほかとで一緒でな。ほかとで。もう、小さなママにあんまりさっぱり分からへんね。今度、ウルトラマントリガーの主役に決まった。はい。実は、岐阜県出身の祭りナインの寺坂蘭也さんにスタジオにお越しいただきました。お願いします。祭りナインの寺坂蘭也です。お願いします。来ました。ウルトラマンだな。ウルトラマンだな。いやいや、地元の岐阜放送戻ってこれたら嬉しいなって思います。まあ、歌ったり踊ったりアクロバットしたりするグループなんですけど、はい、今回はウルトラマントリガー、ウルトラマンに、まあ、オーディションで、はい、演じさせていただくことになりまして、でいつかヒーローになるんだと思ってこの世界に入ったので、はい、その念願の夢が叶ったっていうのが。うん、今まさにまあ撮影とかも始まってますけど、はい、夢のような時間を過ごしているという感覚ですよね。撮影っていうのは楽しい？めちゃくちゃ楽しいです。でもアクションとか体すごく動かすんだよね、きっと。そうですね、戦ってますね。16日、はい、7月16日にね、岐阜ちゃんテレビでなんかその、はい、今回この番組のね、見どころを、はい、知らなかったな。お伝えするね、特別編も。はいっすか。まあ、予告というのかな。はい、予告編どうかな。はい、それが放送される、はい、予定になってるんです。はいはいはい。はい、うん、それ絶対見てほしいですね。それは見なきゃいけませんよ。ライガさんからちょっとメッセージをお願いします。はい。はい、本当にこの岐阜県出身の僕が、こうやって夢を叶えられた。まあ、夢はどこからでも全力で過ごしてれば夢が叶うんだよっていうことだったりとか、あとは僕自身は岐阜県出身の人として、岐阜の魅力も伝えたいなと思うので、はい、そんなきっかけにもつながったらいいなと思っております。これからも頑張りますので、ウルトラマントリガーぜひぜひ応援お願いします。本当にありがとうございます。頑張って応援します。はい、これからも頑張っていきます。頑張ってください。またいつも本当に来てください。はい、来ます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、はい、楽しかった。岐阜ちゃんで放送が始まるウルトラマントリガーニュージェネレーションティガ、歴史あるウルトラマンシリーズの最新作の主役になんと岐阜県出身のこの方が抜擢されました。名古屋を拠点に活躍する人気ボーイズグループ祭りナインのリーダーで岐阜県出身の寺坂蘭也さんです。よろしくお願いします。主人公真中健吾を演じます祭りナインの寺坂蘭也です。今日はお願いします。ようこそ来ました。自分自身ともすごく共通点の多い役どころなので、うん、まあ思い切って伸び伸びやっているという感じですね、うん、でファンの方々はやっぱりこう、うん、僕の夢を知ってくださっていたので、応援というかもう本当泣いたって言ってくださる方も多いですし、おめでとう絶対見るねってあったかい言葉ばっかりで、でメンバーにも報告した時は言葉にこうなんかメンバーも言葉が出ないぐらい驚いてました。あー、マジみたいな。そういった応援の、ね、声も力になりますよね。そうですね、普段グループ活動を主にやっていた分、一人でのこのお仕事みたいな部分で言うと寂しさは当然最初あったんですけど、うん、メンバーがこうとにかく自信持ってやってきて思いっきり夢叶えておいでっていうのを言ってくれるんで、まあ帰ってくる場所があるんだなってこう思うとより力は注げましたよね、うん、メンバーのおかげです、うん、僕は岐阜を代表するような、素晴らしい役者になれるように頑張っていきますので、どうぞ応援よろしくお願いいたします。ウルトラマントリガー絶対見てください。みんなスマイルスマイル、お願いします。地元からも応援しております。寺坂さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ見てください。あ、もうぜひ見させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。失礼しました。ありがとうございました。僕、寺坂が主人公真中健吾を演じるんですけど、真中健吾くんは本当にこうまあ明るく優しくて、そしてすごくこのヒーローでみんな守ることのそのすごくそこに熱くなれるような子なんですけど、笑顔をっていう言葉をすごく大事にしていたりとか、いつかみんなを笑顔にしたいっていうのがある。
で、すごく今回の作品も笑顔っていうのがテーマだったりするんですけど、まあ今本当に何だろう、楽しみが減っちゃったりとか、なかなか理想の例えば学校生活遅れてないとか、そういうことが続いたりとかもしてて不安もあると思うんですけど、やっぱり笑って過ごすことがいいなと思ったり、まあ皆さんもこれから先何か壁にぶつかった時、そこを諦めずに乗り越えた時に絶対笑えるよっていうこととかも伝えられると思うし、なんだろう、誰かのために頑張る強さみたいなものも僕の役どころからはきっと伝えられることだなと思うので、ぜひそんなポジティブなパワーを受け取っていただきたいなと思っております。